陣八ああ、ね、先生じゃなくてね千八先生ってのもあるんですよどういうことですかまだまだ他にもね同じクオリティ同じ画角同じテレビ局なのに先生だけ変えて別シリーズ打ち立てるのが結構あるんですよね千八先生佐藤宗之先生ですよいやーなんかね役者っていうのはどんな役もやらないといけないじゃないですかであの大御所と言われてる「男はつらいの」の渥美清さんとか それからそのほかね前田銀さんとかね様々いますけども駆け出しの頃も結構ねいろんな役やってるんですよちょい役とかでもその駆け出しの頃からもうねプロ級の演技やってるんですよねそう考えていくとどっちが先か分かりませんけどもどんな小さな役でも逆にどんな小さなことだから小さなことだからパーフェクトなクオリティを出していくそしてそれが大きな舞台に繋がっていくってことなのかなと思うんですよ ちょい役だからって言ってもね全然脇役として潰れないそこで光る個性なり演技を出すからをあいつを次にこの役ちょっとやろうかみたいな感じでどんどんグレートアップしていくのかそして役者としての技量も広がっていくからどんなこともできるようになるってことじゃないかなと思うんですよ役者と俳優の違いっていうのがね一時期話題になりましてどっちがどっちか忘れたんですけども役者っていうのはその別の人間になりきることで俳優っていうのは まあいろんな役をやることらしいんですよ。逆だったかもしれませんけども。そういった意味で、役者っていうのは主役はできるけども、俳優は主役ができないみたいなね。そんな区分けもあったような気がしますよね。まあでもね、さすが吉谷さんだなと。パクリ番組だと分かっていて、出演する、その川谷拓造さんの気持ち、どんなだったかなと思うと、さすがにね、乗っかれてよかったっていう気持ちもあるのかもしれませんけども、うんまあ、 金髪先生のね本編をしのぐくらいの人気者になってやろうっていう感じで敬意を捧げながらもあの本編を食ってやろうぐらいの気持ちはあったんじゃないかなと思いますよねまあちょっと川谷さんはお亡くなりになりましたけどもね「あのどん兵衛」の CM に山城俊吾さんと結構長い間出てらっしゃいましたけどね私としてはこの先生はねどちらかと,いうとどん兵衛の人みたいな感じですけどね。